はい、足立です。今日も一日ノーマルミット外してワクワクだらけでいきましょう。ちょっとここのところ動画サボっちゃったんで名言言っていきたいと思います。何言ってたの、もう難しいってな。もういきますか、どの辺でいきますか、この辺でいっておきますか。今日は多分仕事には2種類あるって話をしたいと思います。仕事の種類は2種類あります。まあそんな話に行きますけれども、まずパブロ・ピカソ、ピカソですよね、画家のね。私は仕事をしているとくつろげる、何もしていなかったり訪問客の相手をしていたりすると疲れる。私は仕事をしているとくつろげる、何もしていなかったり訪問客の相手をしていたりすると疲れる、うん、まあ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 、あなたどうですか、いきなりですけど仕事好きですか、あなたの仕事好きですか、どうですか。俺は薄々お気づきだと思いますけど、もう仕事大好き、もう仕事大好き、もうずっと仕事しちゃう、もう朝からバンバンしちゃう。まあというのはさ、まあ俺にとってみれば仕事遊びみたいなもんだからね、仕事がね。まあそういう意味じゃ、まあ運が良かったというよりも自分で持ってきたんだけど、いい感じになって今いると思います。仕事辛くないし楽しいことしかねえし、もう仕事してるのが遊びと一緒だからっていう風になれた。でもこれは俺は別に放送作家っていうなんかこう柔らかいバラエティーな仕事をしてるからでもないよね。お堅い真面目な仕事をやってる人でも仕事が楽しくてしょうがなくて、仕事がやってるのって遊びと一緒だよっていう人はまあもちろん絶対いるよね。仕事つれえな、もう行きたくねえな、やだなっていう人多いと思いますが、でもまあやっぱりそうするとやっぱりいつもの脱トレに行き着いちゃうんだけどさ、ちょっと今話横にそれてってるけれども、やっぱり奴隷として働かされてるから仕事が楽しくないんだよ、面白くないんだよ、仕事が遊びじゃなくなっているんだよ。やっぱり楽しい仕事を何時間でもやっちゃうわっほーっていうのがまあ一番いいじゃない。それは仕事が遊びになってるから、仕事を遊びにするのには奴隷から脱却すること、脱奴隷の幸せ、いつも言ってる、ここで繰り返すとまた長くなるから、いつもの俺のメッセージをなんとなく感じてくれてるか分かるんだけど、奴隷の幸せから抜き出そうよ、そしたら仕事が楽しくなるよね。そしてね、今日はね、もう一個このすぐ横にある田山かたいさんかな、作家かな、かたいって呼んでいいんだろうなこれ、毎日吐いても落ち葉がたまる、これが取りも直さず人生である。毎日吐いても落ち葉がたまる、これが取りも直さず人生である。これは人生っていう部分を俺はちょっと仕事と置き換えて話をしたんだけど、毎日吐いても落ち葉がたまる、これが取りも直さず仕事である。やっぱり毎日毎日さ、やんなきゃいけない仕事ってたまるじゃん。これやっと本題に戻ってきたんだけど、仕事には2種類あるって話、やんなきゃいけない仕事と、まあ目先やんなくても怒られないんだけれども、長い意味でやっとかなきゃいけない仕事、やんなきゃいけない仕事とやっとかなきゃいけない仕事って2種類あるんだよね。でいつも落ち葉のように溜まっちゃってさ、やんなきゃいけない仕事に埋もれちゃうんだよ、多くの人が。俺もそうなんだけど、俺も朝から起きてさ、朝起きてメールソフト立ち上げるとさ、ありがたい話だけど、もう山のようにメールが届いてるわけよ。でそのメールの処理でもう午後の1時か2時ぐらいまで終わっちゃうわけよ、もう朝から。俺案外もうじじいで早起きだから、朝7時ぐらいから仕事してんだけど、もうたまったメールの処理で午前中いっぱい全然かかっちゃうんだよね。これはやんなきゃいけない仕事ね。でも本当はその先にやっとかなきゃいけない仕事ってのがあるんだよね。俺の場合で言ったら、まあ小説だよな、ここのとこ書いてねえな、書かなきゃいけねえんだよな、書きたいモチーフが今見つかってるんだけど、もちろん全然そっちに体がいかないんだよね、心と体と時間が。いけないことなんで、これ本当にいけないことなんで、あなたにもあるでしょ。とりあえず目先やんなきゃいけない仕事、やんないと人から怒られる仕事、他人に迷惑をかける仕事、もう一つはやっとかなきゃいけない仕事。とりあえず目先それやんなくても誰にも怒られないし、まあ誰にも迷惑はかけないんだけど、未来の自分に対して迷惑をかけてるよね。あれはやっとかなきゃいけないんだよな、ちょっと億劫で手出すの大変だけど、なんかしたらもしかしたら昇級試験かもしれないし、独立起業かもしれないし、あなたに言ったらね、俺で言ったらまあ小説ですよ、書かなきゃいけねえな、分かってんだよな、俺のもう少し5年後の俺のために小説ここでまた根性入れて書かなきゃいけないな、分かってんだけど、
目の前のこうメールの返信に追われちゃって、そこになかなか行かなくなっちゃってるのが良くないよ。それは俺はもう反省、本当に反省。もう今年の正月に思いついてんね、一個いいモチーフをもう書かなきゃいけないんだよ。もういつもパソコンのここに貼ってあるんだけどさ、その小説を書けって全然書き始められねえんだよ。ダメだな俺、ダメな人間だな。ねえ、的な感じですか。やっとかなきゃいけない仕事をやろう、自分にも言い聞かせた。あなたももう一回自分に言い聞かせてください。まずは仕事は楽しんでこう。脱奴隷を成し遂げて仕事が楽しくてしょうがないようになろうよ。それはまた俺の講座にでも来てくれよ。もうちょっと俺に付き合ってくれれば脱奴隷の仕方いつも教えてるよ、ね、そしてそれだけは やんなきゃいけない仕事とやっとかなきゃまずい仕事、2つあります。この2種類を区別してくださいね。やんなきゃいけない仕事をやりながらも、やっとかなきゃいけない仕事を、未来の自分に対してやっとかなきゃいけない仕事っていうのも少しずつやりましょう、自分に聞かせた的な感じですね。よし、頑張って今日も仕事しよう。ありがとうございました。